ルーサー・マーティン、ルーサー・マーティン、A、ルーテル・マーチン、1748年2月9日から1826年7月8日は、アメリカ合衆国の政治家であり、建国の父の一人であるが、アメリカ合衆国憲法が、州の権限を犯していると感じために、憲法への署名を拒否した。フィラデルフィアでの憲法制定会議に出席した多くの大議員と同様に、 マーティンはニュージャージー大学、後のプリンストン大学に入学し、1766年に35人の同級の中で主席で卒業した。マーティンは1748年にニュージャージーのメタチェンで生まれたが、大学の学位を受けた後でノースカロライナに移転しそこで3年間教師をした。次に法律の勉強を始め1771年にバージニアで 法廷弁護士として認められた。マーティンはバイオリンを演奏し、これがその子供時代の唯一最も重要な部分だった。アメリカのイギリスからの独立を早くから提唱した。1771年秋ニュージャージーのサマセット郡で愛国者の委員会委員を務め、12月にはアナポリスで開催されたメリーランド植民地の協議会に出席し、この会議は 大陸会議の提言を検討することを要した。メリーランドは1778年にマーティンを検事総長に任命した。この職にあった時のマーティンは、まだメリーランドの多くの地域で勢力の強かったロイヤリストを活発に告発した。この緊張関係は暴動にもつながり、いくつかの軍では戦争状態になった。マーティンは検事総長を続けながら、 ボルティモア系装ドラグーンに参加した。1781年7月、その部隊は、ラファイエット将軍の部隊に、バージニアのフレデリックスバーグ近くで合流したが、戦闘に参加することはなく、メリーランドの知事からは反逆罪訴訟を告発させる、ため呼び戻された。マーティンは1778年から1805年まで、メリーランドの検事総長を続けた。 1814年から1816年、ボルティモア氏のオヤーターミナー裁判所の首席判事を務めた。1818 18年から1822年、再びメリーランドの検事総長となった。マーティンは1783年のクリスマスの日にマイケル・クレサップの娘、マリア・クレサップと結婚した。夫妻の5人の子供の中で3人の娘が成人した。 独立戦争後の法律実務は、軍の中でも最大で成功したものの一つになった。1785年、マーティンはメリーランド国議会によって連合会議の大議員に選されたが、公的及び私的生活で果たす義務が多く、フィラデルフィアまで行けなかった。1787年には、フィラデルフィアのアメリカ合衆国憲法制定会議の大議員に選出された。 6月9日にフィラデルフィアに到着すると会議進行に課された機密保持規則に疑義を表明した。大きな国が小さな国を支配するような政府の創出に反対し、一貫して小さな国の立場を擁護し、ニュージャージー案の策定を助け、バージニア案には反対票を投じた。6月27日、議会の両院で人口に比例した大員数を提案するバージニア案に反対する。 演説を3時間以上も行った。コネチカット打共案を策定する委員会に努め、少なくとも一員では各方に同数の大議員数とする案を指示した。制定会議が閉会になる前に、新しい政府は各方の政府に対して強い権限を持ちすぎており、個々人の権利を脅かすことになると確信するようになった。権利焦点に対する支持を得ることに失敗し、 マーティンともう一人のメリーランド大議員ジョン・フランシス・マーサーは議場から退席した。1787年のメリーランド議会での演説及び多くの新聞記事でマーティンは提案された新しい政府の形態を攻撃し、1788年にかけて憲法の批准に対する戦いを続けた。 連邦政府が各方政府の上位にあることを嘆き、議会で不平等な大議員数となったと考えたことを非難した。マーティンは奴隷を6人所有しており、大議員数を決めるときに奴隷の数を含めることに反し、アメリカが衆国最高裁判所に判事がいないことは、大いに自由を危険にさらすと信じた。制定会議の席で、 特定の国と個人の強化がしばしば国の繁栄よりも熱心に追求されていると不平を言った。国全体の政府に賛成する人々による連邦という言葉の提案もマーティンをイライラさせた。しかし1791年頃、マーティンはトーマス・ジェファーソンへの敵意ゆえに連邦等に転じた。ジェファーソンは1807年にマーティンのことを連邦のブルドッグと呼んだ。 1800年代の初期、マーティンは国中の議論を呼んだ二つの事件で弁護団に入った。最初の事件は1805年の最高裁判所、売籍判事で親友でもある、サミュエル・チェースの弾劾裁判で無罪を勝ち取った。二年後の1807年にアーロン・バレーが反逆罪を問われた時に、バーの弁護団の一人となった。マーティンは、 メリーランド州検事総長として記録に残る28年間を務めた後、1805年12月にその職を辞した。1813年、ボルティモア氏と軍のオイヤーターミナー裁判所の主席判事となった。1818 18年に再度、メリーランド州検事総長に指名され、1819年、画期的な最高裁判決、マカロック対メリーランド州事件で、 メリーランド州の立場を擁護した。原告側は、ダニエル・ウェブスター、ウィリアム・ピンクニー及びウィリアム・ワートが代表し、これに敗訴したマーティンの運命は、その晩年に劇的に傾いていった。深酒、病気及び急暴がすべて降りかかった。1819年に襲った、麻痺症によって1822年には、メリーランド検事総長の職を辞めざるを得なくなった。 1826年、ルーサー・マーティンは78歳で、ニューヨーク市のアーロン・バーの家で死に、セント・ジョン教会墓地の悲鳴もない墓に埋葬された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。